16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回は枕カバー選びも重要というお話をしたいと思います。最近はですね、枕や寝具、ベッドなどについてはしっかりこういいものを使いたいとか、自分の体に合ったものを使いたいというふうにみんな考えていらっしゃるんですが、ことこういう小さなアイテムに関しては結構適当に選んでしまっていることもあるようなんです。枕カバー、どんな基準で選んでいますか？はい、まずは感触が、肌触りがいいかどうか、あとはまあ値段が安いかどうか、そんなところですか？そんなところで選んでいるんですね。それはちょっと簡単すぎませんか？それでは本当によるぐっすり眠れるカバー選びをしているかどうか分かりませんね。いつもはどんな形のカバーを使っているんですか？いつもはこんな面のつるっとしたカバーを使ってます。チャックがついているような袋式のものですか？ここにチャックがついていて、覆いかぶせて使うようなタイプです。今いろんなものが出てますよね。ゴムバンドで留めるようなものとか、袋式のものとか、まあ、簡単に巻くようなものいろいろ出ていますね。例えばどんな感じに入れてるかやってみてもらえますか？はい、なんかちょっとこうダブダブしていませんかね。やっぱり入れやすいように大きめのものを買うんですけど、ちょっと余っちゃいますよね。この余った部分をどうするかは重要なんですが、どのようにして処理していますか？あまり気にしたことないんですけど。気にしたことがない。やるとすれば折りたたんで寝たりとかですかね。わかりました。ここが重要なんです。このダブダブと余ってしまう部分、要は枕のサイズが小さくてカバーが大きい時にどうしてもこの余りの部分が出ますよね。これをどこに持ってくるかによって夜寝てる時の首の姿勢変わってしまうんですよ。朝起きた時に肩が凝ったり、ちょっと後頭部や頭が痛かったりっていうようなことないですか？たまにありますね。もしかするとその、枕カバーの処理が悪いので朝の肩こりや頭痛の原因になっている可能性もなくはないんです。2つ悪いパターンがあるのでお教えしましょう。枕の上にこの余った部分がシワシワになってしまっている場合、1番。別の場合は表面はしっかりと平らになっているんだけれども、下に枕カバーがこのように溜まってしまって段差ができてしまっている場合、これを実験でやってみましょう。上に溜まってる場合、下に余ってる場合、どんな風に寝にくいかということを実際に見ていただきたいと思います。では正しい枕カバーの付け方と正しくない枕カバーの付け方見ていきましょう。まず正しい枕のカバーの付け方はこのようにどこにも余りがなくてピタッとしていて、表面も平ら、裏側も平ら、このような状態だとパイル生地で多少厚みがあっても、寝る時の上向き横向き寝返りに悪くなりません。でもこういう枕カバーではなくて、はい、このように枕カバーに、枕カバーの余りが出てしまって枕の方が小さいためにこのように表面にぐちゃぐちゃになった部分が偏ってしまったり、もしくはダブダブに大きい部分を下に適当に折り込んでしまって下に段差が出てきてしまうと非常に寝てるとき不快感を感じたり、実際寝返りが打ちにくくなります。では実際寝てやってみましょう。はい、お願いします。どうですか？はい、なんか頭に当たるところがゴツゴツしてるような感じがします。少し頭を振ったり寝返りをしようとすると当たってしまいますよね。ちょっと感触が悪いですね。
このように寝る前の状態でも不快感を感じます。寝てしまうと気づかない間にこの不快感をずっと続けてしまうことになるんですね。それが眠りを浅くしたり、実際に夜中に寝返りを打つ時にも不具合になってきます。では実際寝返りを打ってみてください。なんとなくゴツゴツするので不快感があって頭を持ち上げたくなってしまいますよね。ちょっと寝返りがしづらいですね。このように表面にしわ寄せがあるということは良くないことです。ではちょっと頭外していただいて、もし余ったカバーを下の方に適当に折り込んでしまって下に段差ができた場合どうなるかをやってみます。どうぞ。では寝返りを打ってみてください。低い段差ができて低い側にはコロッと寝返りを打ちやすい。でも戻ってこようとすると丸まったカバーが真ん中にたるんでいるので、そこに行くときは寝返りがしにくい。また一方でタオルを置いたりタオルを巻く方がいるので、そちらもやってみますね。もし巻いた最後がこのようにたわんでいたりすると、はい、お願いします。どうぞ。当てた時にどうですか感触？なんか頭の後ろがゴツゴツして感触は気持ち悪いです。気持ち悪い、痛い、このような不快な感じがするとすれば、それは夜中もずっと続いてしまうのでとても危険な状態です。またこの段差になった部分が裏側に、ここで溜まってしまうとですね、裏側で段差になっていると、はい、どうぞ、枕の高いところと低いところができてしまいませんか？はい、なんか首の姿勢が悪いのかちょっと負担がかかっている感じがします。このように枕カバーとしてのタオルが上でしわくちゃになってしまったり、もしくはこのシワが下の側に仮面に来てしまう、このような状態で寝るのは危険であり朝の症状を出す原因となるという認識を持って注意していただければと思います。どんな素材のものを使ってますか？素材は肌触りがいい綿の素材だったり、あとはタオル地だったり、はい、感触が気持ちいいものを選びますね。綿素材やポリエステル、絹、シルクなどできればサラッとした表面の寝返りが悪くならないような素材がいいと思っています。そのような素材のものをしっかりとサイズ、枕に合ったサイズのものを選んでいただいて余らなく使用することが大事です。一方どうしてもこの汗を吸ってくれるということでパイル地のものを選ぶ方も多いかと思うんですが、パイル地を選ぶときには注意はこの毛足が短いこと。ボワボワっとして毛足が長くて体を動かすときに摩擦抵抗が起こりやすいようなものは注意してください。今日はたかが枕カバー、されど枕カバー、枕カバー一つでも首を痛めたり朝の肩こりになることがあるので、ぜひ注意していただければと思います。分かっていただけましたか？はい、枕カバーもこんなに大事なことだったんですね。ぜひ感触とか書き方とか注意して使っていきたいと思います。ぜひやってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。